ジョセフ・スミットは、オランダ生まれの博物画家、版画家である。1866年からイギリスで働き、ロンドン動物学会などが出版する、博物学書の図版を制作した。オランダ、南ホラント州のリッセで生まれた。来年自然史博物館の鳥類学者、ヘルマン・シュレーゲルの下で、博物画家として働き始め、1863年から1866年の、 間、シュレーゲルの著書、オランダ領インドの鳥類のための50点のリトグラフを制作した。1866年に当時、ロンドン動物学会の事務長だったフィリップ・スクレーターにイギリスに招かれ、1866年にイギリスに移住し家族とロンドンに住んだ。1869年に出版されたスクレーターの著書、エキゾチック・オーニソロジーに50点の手式の リトグラフの原画を描いた。ロンドンでドイツ出身の博物画家、版画家のヨーゼフ・ボルフと知り合い友人となった。1870年代から1890年代を通じて、ボルフが原画を描き、スミットがリトグラフを制作するという形で、蝶類や哺乳類の学術書がいくつか出版された。1899年に、ボルフが亡くなった後は、 主に哺乳類のリトグラフを制作した。動物学会や鳥類学会の起用の図版を描き、大英博物館の鳥類標本カタログの図版も描いた。スミットが関わった書籍には、ボルフの、ズーロジカルスケッチーズや、ダニエル・ジロード・エリオットの、A モノグラフ・オブ・ザ・フェイシア・ナジ、リルフォード・ダンシャクの、カラード・フィギュア・ソーブ・ブリティッシュ・バーズなどもある。1905年から、 ハートフォードシャーのラドレットの村に住みそこで亡くなった。ありがとうございます。